ソルは C 言語コントローラーに対応したトロン系リアルタイム OS ET カーネルとその開発環境 E バインダーをご紹介しております。 ET カーネルは日本で最も普及しているマイクロアイトロンの後継リアルタイム OS です。マイクロアイトロンはバージョン 4.0 で仕様がフィックスし、以後のバージョンアップは T カーネルに引き継がれてトロンフォーラムよりオープンソースで提供されています。純国産のリアルタイム OS として発展してきたこともあり、特に日本では人工衛星をはじめ FA 機器やデジタル家電など幅広い分野で現在の T カーネルを含めたトロン系 OS が使われております。 C 言語コントローラー対応の ET カーネルは eSOL が T カーネルを機能・性能面で拡張したリアルタイム OS です。オープンソースの T カーネルとは完全な互換性があります。今回 ET カーネルは機能安全の国際標準規格 IEC61508 において最高の安全度水準シルフォーのプロダクト認証を取得しました。認証を受けた ET カーネルに加えセーフティ関連ドキュメントをパッケージにしたET カーネルプラットフォームセーフティパッケージを提供します。これにより工場ロボットなどの産業機器の規格適合にかかるコスト低減と製品の市場投入期間の短縮に貢献します。こちらはその専用開発環境 E バインダーの画面です。タスクごとの CPU 占有率や稼働状況など開発中のプログラムの中身を見える化しています。ET カーネルに特化した開発環境のため、C 言語コントローラー用のプログラム開発を短期間、低コストで行えます。ET カーネルと E バインダーにより、トロンの開発経験を持つ開発者が C 言語コントローラーでもその経験を活かせるようになります。また、マイクロアイトロン用アプリの移植も進みやすくなり、C 言語コントローラーの世界がさらに広がるものと考えております。